キーライムパイキーライムパイの断面キーライムパイとは、キーライム果汁、卵黄、コンデンスミルクをパイクラストに入れて作るアメリカが衆国のデザートである。キーライムパイの起源は19世紀末のフロリダキーズに求められる。伝統的なコンクの製法では、卵黄を使用し、メレンゲをトッピングする。このパイは、フロリダキーズ全域に自生する小さなキーライムから名付けられた。 キーライムは、トゲがあって扱いづらく、薄く黄色い皮は傷みやすいが、多くの米国食料品店で一年中販売される、タヒチライムより酸味と芳香が強い。フロリダキーズでは冷蔵配送が行われるまで、牛乳は日用品でなかったため、キーライムパイは缶入りコンデンスミルクで作られた。キーライムの果汁は、通常のライム果汁と異なり、炭鉱色である。 キーライムパイのフィリングもまた、主に卵黄を使用することにより、黄色である。着色料で、パイフィリングを緑にする場合もあるが、伝統的なキーライムパイ作りでは、邪道とされる。具材を混ぜる際、コンデンスミルクとライム果汁に含まれる酸が反応して、凝固し、フィリングに火を通すことが不要になるほど固まる。キーライムパイの初期のレシピではパイを焼かずに、 この化学反応でフィリングを固めていた。現在は生卵の使用によるサルモネラ中毒の危険性のため、この種のパイには通常短時間の焼き工程がある。この焼き工程によりフィリングはさらに固まる。1965年にフロリダ州会議員バーニー・パピジュニアはキーライムを使用せずにキーライムパイと宣伝したものに罰金100ドルを課す法案を提出したが、 法案は可決されなかった。2006年7月1日より、キーライムパイはフロリダ州の公式な州のパイである。初期には、Android 4.4のコードネームとして用いられていたが、キーライムパイの味を知る者が少ないという理由で、キットカットに変更されている。ありがとうございます。